はい、どうも皆さん、こんにちは。生活の軸が他人になりつつあるコイコイです。今回は前回の動画でコメントがあった砦を襲撃することで悪名ポイントを稼ぐ方が効率がいいよという内容をいただいたので、早速検証とまとめた動画になります。おそらく最も簡単に砦を攻略し悪名ポイントを稼げる内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。ぜひこの動画を見てスマグラポイントを効率よく上げていきましょう。それでは早速見ていきましょう。サントアンのやや右下に存在するコンパニーロワイヤルが所有するドゥリス砦で、スカーロックのクエストラインで訪れることになるこの砦ですが、悪名稼ぎの場所としても優秀です。他の砦と比べて砦自体の硬さが高くなく、破壊が容易であることや、出てくる船が弱点が狙いやすく体力が低い雑魚船しか出てこないので、それでも問題なく攻略することが可能です。通常の砦だと砲門が設置されている壁からの攻撃が非常に強力で、破壊しないことにはなかなか安定した立ち回りがしづらいところではありますが、ドゥリス砦の場合は破壊が容易なので安定性が高く、また破壊できる4つの壁や塔は1つにつき100悪名ポイントを稼ぐことができるため、これも美味しいです。途中で湧いてくる雑魚船ですが、弱点が非常に狙いやすく、撃ってくださいと言わんばかりのデカさを誇っているので破壊も容易、棒渡しでもしない限りはほとんど負けることはないでしょう。船のティアが11程度であれば1周あたりだいたい6分から遅くても8分程度で終わります。この1周でもらえるスマグラーポイントは700程度、1回で1スマグラーポイントがもらえるというわけではありませんが、この砦の襲撃のポイントは時間に対しての効率が非常に高いことが挙げられます。これは共通の仕様なのですが、それでは襲撃後約5分程度で復帰します。前回の動画でお伝えしたスカーロックのクエストやダリンの襲撃が1時間程度で復帰し、それぞれ1周で約700程度のスマグラーポイントがもらえることを考えると、圧倒的にこちらの方が効率がいいことが今回判明したことになりますね。いや、コメントに感謝です。ちなみにこのドゥリス砦を攻略すると、雑貨である装飾されたピストルを入手できます。こちらはナビゲーターズクロスで高値で売りさばけるので、合わせて金策をしていきましょう。慣れれば5分程度で倒し、5分のインターバルを挟んで再度落とせば、1時間でおおよそ4つティアが進むことになります。実際は5分のインターバルで他のことをしていると思うので、もう少しスマグラーポイントが進めることが見込めるでしょう。しかしたった5分で砦を再建できるなんて、スカロノ坊主の世界の職人は化け物じみてますね。とはいえ相手は砦であるので、油断しすぎるとさすがに落とされてしまいます。そこで安全にかつ簡単に攻略できるのが、主要装備スコープ上とスカーロックのロングガンとの組み合わせです。スコープ上は比較的製造も容易で、相手との距離が320以上あるときに弱点ダメージを2倍になるデバブを相手に付与できるという効果を持っています。普段動き回る戦艦相手ならなかなか効果を発揮しづらいですが、今回の相手は動かない上に弱点を狙いやすい砦なので、ほぼ問題なく運用が可能でしょう。スカーロックのロングガンはスカーロック自身から購入することで入手でき、ロングガン系ではトップクラスの威力と弱点ダメージの倍率を誇っています。この2つを組み合わせることで砦の破壊が比較的にスムーズになるのです。今回この組み合わせをおすすめしたい理由は、特化者ビルドを組まなくても通用すること。ただしスカーロックのロングガンはダリンのアップグレードで入手できるゴールドスカリラムが必要なので、最初は火炎ロングガンで代用してみてもいいかもしれません。かなり安定感が上がるので、ぜひ試してみてください。ちなみに他の砦ではどうだったかという話なんですが、ソロで行うことを前提に考えると、ドゥリス砦がダントツでやりやすかったです。他にもハリマウ砦やグラントリでも試してみたのですが、時間が倍以上かかる上に得られる悪名ポイントにあまり差がありませんでした。
乱入してくる船のレベルもそこそこあるので、ソロで行いかつ安全に稼ぎたい方はぜひ今回の内容を試してみてください。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はスカル&ボーンズの悪名ポイントを稼ぐ方法その2ということで、砦の周回についてポイントをまとめてお伝えさせていただきました。いやー、しかしコメントでね、かなりの知識をもらえるので、本当にスカル&ボーンズの動画投稿やっててよかったなと思った一瞬でしたね。今後もこういった情報や皆さんの意見をぜひコメントで教えていただければと思います。よければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは、コウキョウでした。また無法者たちの海でお会いいたしましょう。じゃあねー。